ロンドンに行った際にペットショップに立ち寄りました。ペットショップの様子やハムチャへのお土産をご紹介いたします。ハムチャのお土産にこちらのおもちゃを買ってみました。クリスマスっぽいおもちゃになっていてとっても可愛いのであげるのが楽しみです。ピコピコ鳴るようにもなっているし噛み応えもありそうなサイズなので気に入ってくれるといいなと思います。でもう一つ、こちらは鹿肉ジャーキーです。 4.49 ポンドだったので、まあ本来なら結構安いかなっていうところなんですけど、ポンドが非常に高いので、日本円に直すとそこそこしてしまうんですが、それでも悪いものも入ってなくていいかなというふうに思ったので、こちらもお土産として買ってみました。こんな感じで、やっぱりいいものが普通に置いてあるという感じでした。ペットパビリオンというショップがそういうコンセプトなのかもしれないんですけど、それでも基本こういうピュアなものばかり置いてて、犬の健康が意識されてるのかなっていうふうに思いました。行ってみてとても楽しかったです。イギリスでは日本みたいにペットショップに犬とか猫がケージで売られているということはなくて、基本はそれぞれブリーダーさんのところから買うっていうのが主流みたいです。なのでこういうペットショップに行くと基本的にはペット用品グッズ、ペットグッズしか置いてないような状況になります。次は実際のペットショップの様子をご紹介いたします。ペットパビリオンというお店で市内に複数店舗あり、そのうちの一つを訪問しました。縦画面になって恐縮ですが、こちらが店内の様子です。壁一面びっしりとグッズが並んでおります。こちらがハムチャに購入したクリスマストレインです。クリスマスのおもちゃがたくさんあってとっても可愛かったです。こちらはイギリスで人気のボールを遠くへ投げる道具です。続きまして食品コーナーです。犬用のアドベントカレンダーがありました。とっても可愛かったんですが、ハムちゃんはチキンが食べられないので断念しました。ザ・海外って感じのドーナツもありました。オリジンのフードも置いてましたが、このサイズは日本では見たことがありません。ナチュラルフードも日本では見たことがないブランドがたくさんありました。さすがイギリスだなぁと思いました。次にイギリスの公園の様子をご紹介いたします。公園ではリードなしでフリーで犬が遊んでいました。このおばあさんが持っている道具が先ほどご紹介したボールを遠くへ飛ばせる道具です。こちらもリードなしでフリーで歩いていました。ペットショップなどのご紹介は以上となります。こちらは3人でビデオ通話をした時の写真です。ハムちゃんは iPad から声が聞こえるので何が何だかわからない様子でしたが、反応してくれていたのが嬉しかったです。そしてこちらはホテルのクリスマスツリー、とっても綺麗でした。最後にスタバで見つけたハムちゃんに似ているマグカップです。後で買おうと思っていたら忘れてしまったので、また次回行った際に会ったら購入したいなと思います。それでは今回の動画はこちらで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。クリスマストレインをプレゼントした様子は別の動画でご紹介していますので、ぜひご覧ください。